しいの赤い記憶に。お、キンドン君じゃないか、久しぶり。どうしたの？最近洗ってもらったみたいだね。綺麗になったね。推しの赤い別れ旅。推しの八海別れ旅、山梨県の推しの村にある推しの八海を舞台にした、まあ、女性の目線で書かれた女性の気持ちを歌った別れ歌なんですけど、自分の今までのその作品とはちょっとこう違う感じじゃないかな。自分としては本当に新鮮で、で自分で言うのもあれですけど、すごくいい歌です。まあ、まずは出だしですよね。行く年月をくぐり抜けっていう言葉から始まるんですけど、この自分としてはどっちかって言えば音符は、忠実に歌いたいなって思ってたんですよ。行く年月をっていうメロディーなんですけど、あえてその富士山のイメージがありましたんで、下からすくい上げて歌いたいなって、行く年月をっていう感じで出だしは入ってます。この行くじゃなくて、いっていう感じで、でそこから入って、まあこう歯切れのいい感じで歌っていただきたいなと思い、行く年月をとね。快晴でした。富士山も綺麗に見えて、これは良かったなって。さあじゃあ撮影を始めましょうかっていうところで、あんまり天気が良すぎて、わさわさわさって虫が飛ぶじゃないですか、雨降り前とか。なんかこうね、いっぱい固まって、こんな固まった虫がこういっぱいこうふわふわふわって、あれがね、じゃあそれでは行きます、よいスタートって言うと寄ってくるんですよ、映りに行くんですよ。あの雪虫じゃないですけど、虫のやつがで何回も何回も NG 出て、こう仰ぎながらで、誰かがその、殺虫剤持ってきて、このスプレーのあれで効かないんですね。蚊には効くんですけどね、蚊だとすぐポトンと落ちるんですけど、落ちない、もう平気な顔して、まあ、顔はよく分かんないですけど、平気な感じでまた用意スタートが始まると、わさ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 来るんですよ。でまた殺虫剤でって、でそのうち効かないからって、もう自分のことはもう関係なく顔とかにもかかってくる。虫にかけないで、自分のことを、私のこと無視してんじゃないかって、俺は虫じゃないって、そう言いながらやりましたね。はい、はい、漫画チックでもいいですか？全然何でも構わないので。じゃあ私の、はい、一つよろしくお願いします。漫画チックな顔の違うを見てから、こうあって、こんな風になりました。これは飴を舐めてるわけじゃなくて、マイクなんですね。マイクで歌ってるところで、ギター背負ってるんですけど、めんどくさくて書いてません。これ私のファンクラブとかに、載ってるイラストです。本人が言うのもあれですけど、すごく歌って心地いいです。ぜひ皆さんも覚えて歌ってください。まあ私のその西方博之の推しの八海別れ旅っていうわけじゃなくて、この作品を皆さん本当に愛していただいたら嬉しいなと思います。そして、皆さんのその歌われる方の
星の八回別れ旅にしてください。ぜひもう本当にうまく歌ってくださいね。お願いします。